宮下です。おなじみの筒さんです。よろしくお願いします。亀戸、亀です。はい、近くの藤井屋っていう餃子がすっごいうまかった。あ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。僕も今一応あそこうまいっす。ちょっと筒さんに相談したいことがあってやってきました。はい、理由はリンゴルフオープンに出た。はい、で練習ラウンドすらした。はい、もう練習ラウンドからぶっ壊れて、あ、本番でも壊れて、しかもスーパースライスこんなんすよ。はい、スライス、スライもうこんなんすよ。ドライバー振り方グッ、こんなんすよ。これはでもあの結果を出さなきゃいけないとか、プロゴルファーの人たちでも起きうる大なり小なり皆さんが通る道なので、どうしたらいいんですか。はい、だよく練習のその 100% このまま打てればなっていう練習の仕方なんですけど、うん、僕はちょっとそうじゃなくて、本番では緊張もするし、うん、力みも出るし、ミスも出る。それを最初から計算に入れたコンディション作りをしておけば、うん、あのコースでメンタルのことを考えなくても、もう緊張してドキドキする前提で普段をやっとくやり方をしておけばいいなと思います。ちょっとじゃあお願いします。8番。はい、わかりました。8番ですね。ムジークのグローブ。そう、すごくいい。これ素振りしてもすっぽ抜ける感じしなくて、ということはそんなに握る時に握らなくていい、力まなくて握れてることはあると。はい、はい、クラブは力みの原因にはなってないと思うんですよ、ね。はいはいはい、いい面悪い面両方あるんですけど、はい、まあ、やっぱり一つは宮下さんの場合は、はい、腕足が長くてやっぱ高身長、基本的にこれはゴルフをやってるアスリートの方でもバランスを保つっていうのはやっぱり難しい作業なんですね。プロゴルファーの人でもやっぱり185センチ以上の人ってどうしてもこうフラフラ感が出やすいので、はい、じゃあこれをトレーニングで解決するといってもプロゴルファーじゃないので、うん、まあ、力の使い方やっぱりうまくしたりと、うん、でちょっと、通常の 100% のスピードで、再生しますけど、基本的にヘッドスピードは速いですし、全体のフォームの印象は宮下さんの方がやっぱかっこいいんですね。バランスの方もうまいんですけど、簡単に言うとここで全部のスピードと力を作ろうとしてる。 どこですか。そう、上げる時ですか。はい、簡単に言うと上げるスピードを利用したまま強く打ちたい。バックスイングっていう後ろ側の助走のベクトルと、はい、ダウンスイング以降の前に打っているベクトルで、もう半分を足すことでそのスピードが生まれるぐらいの、一回を足して140、150出すんだなっていうつもりでちょっと打ってほしいな。あれですか、ジャンプするみたいな感じでやれって言ってるんですか。まあ簡単に言うとそうですね。上げるスピードだけで打つことはできないので、うんうん、まあ、ブランコじゃないですか。行きに帰りのスピードがミックスされて最終的にヘッドスピードになるので、等速じゃなくて、まあ、等加速って感じですかね。うん、
パッドを打ち切れるのに3割使いましょう。ここで6割使いましょう。で、残りの3割でフィニッシュで立ってることを使いましょう。そうすると1割残るんで、この1割でアドレナリンが出てもなんとか支えられるような、ちょっと余力にしましょう。余しなさいと、はい、ちょっと余らない。3割全部終わってるつもりで、結果9割スイングぐらいの、このその最初のスピードで全部こなそうとしてる、はい、じゃなくて3割のスピードに3割で残りの3割でカッコつける練習をしてみましょう。で、残り1割で要するに、傾斜に対するバランスをとって、まあ、もっと言うと1対1対1ってことですね、うん、まあ、振り回してもいいんでしょう。むちゃくちゃ強くバーンと上げるんだったらこっちも強く、ね、こっちも強く、まあ、それこそ前線部のタイガーってちょっとそういう迫力ありますよね、うん、全部に迫力あります、はい、だったらいいですよね。ここの迫力あって、あ、そんなに、そんなになるんじゃなくて、はい、上げるのも1、打っていくのも1、それはフィニッシュでカッコつけるのも1、スピード感は同じつもりにはしてほしい。つもりですか、力感でもいいですか、ここなんですか、クラブがその通りに、それと曲がってたものが伸びていくんですから、腕の部分が伸びていくイメージは欲しいですね。畳むとかはあんまり考えない。打とうと思ってダウンスイングにちょっと軽く入って このクラブを動かしてあるんですよ、はい、自分が下がったからってクラブが動かないっていうことを体感してほしいです。自分が低くなりながらちょっと下ろしてる、それよりも自分が高くなった方が多分結構動作で下ろしやすい。井戸のこう、つるべじゃないですか。そういうことですか。キープして下ろす。で、それを例えば足裏でちょっと地面を押すようなつもりで、こっちは下ろす力が強くないですか。そうすると結果的には腕力に頼らないので、これはもちろんいろんな打ち方とかいろんな方法論はあるんですけど、自分の上半身を動かすことでクラブを下ろすというよりは、最後の足とか回転とかを使った方がクラブは実は早く降りやすいと思います。これよりね、はい、自分が早く動くっていうことは自分に対してクラブがむしろ遅れてくるんで、皆様の場合はアドレナリンが出て気合が入ると振り上げる方に全部使い切りやすい。まだ取っといてほしい。むしろどっちかというと振り上げることよりはしっかり打ってみると、打った後追いかけることなんですね。どちらかというとコース向きですね。っていうことですか、はい、練習場だと多分ちょっと物足りないと思います。一つは、まあ、目で見て分かるのは上下の、もう一つは足裏ですね。足裏のずれるとか踏ん張るが少なくて済む。ああ、本当だ、はい、手負担がかかってない、それぐらいの距離。どれのも好きですよね。自己採点ですか。これだって何、うん、まあ良くなった。これなんですよ。次はね、切りますよ。ありがとうございました。そう、その下のイメージ。はい、どうもです。すみません、長いです。